陸上男子短距離の桐生義秀、ひで21イコール東洋大イコールが9日、福井、福井運動公園陸上競技場で行われた日本学生対抗選手権100メートル決勝で9秒98の日本新記録をマークした。日本選手が100メートルで10秒の壁を破ったのは史上初めて。伊藤浩二、当時、富士通が1998年12月の アジア大会、バンコク準決勝で出した日本記録10秒00、追い風1.9メートルを18年7ヶ月ぶりに更新した。これまで9秒台は9秒58の世界記録を持つウサイン・ボルト、ジャマイカを筆頭に黒人選手が大半を占めており、9秒91のアジア記録保持者のフェミセウン・オグノで、カタールもナイジェリア出身だ。東アジアでは、 キリュウが、ソヒノエテン、中国、9秒99に続く2人目の10秒突破となった。条件は異なるが、キリュウの9秒98は、作家のリオデジャネイロ五輪なら決勝進出に相当するタイムで、2020年東京五輪ファイナリストへの期待が膨らむ。キリュウは、滋賀県彦根市出身。彦根南中で陸上競技をはじめ、京都、 落内校3年だった13年の小田記念国際予選で当時日本歴代2位となる10秒01追い風0.9メートルをマークし脚光を浴びた15年3月にはテキサスリレーで追い風3.3メートルの参考記録ながら9秒87を出していたリオポリン400メートルリレーでは3走を務め銀メダルを獲得した産経新聞